ではここで鈴木太さんがいただいたね質問をちょっとご紹介したいと思いますが田口さんゆう子さん初めまして番組をしてからすっかりバンクーバーの耳立つ時になりついにはお二人の情報を現地で確かめたくてみんなで行ってきたほどですっ、ね、<laughs> バンクーバー <laughs> 言っちゃったバンクーバーも言ってもらえればよかったかなって感じなんだけども。うん、さて帰国後ビデオショップでさよならバンクーバーという中国作品を見つけました中国作品ってのはなんかよく <laughs> なぜなんだ帰国後っていうことは日本のビデオショップでそうだね<ー>日本で中国作品<ー>何気に見たところお約束通りのラブストーリーに美しい景色や。 お店なども店ほどよく溶け込んでいていい感じでしたが、話の中であれと思うカナダの生活事情に触れる場面がいくつかありました、考え出したら気になって仕方がありません、そのあたりの事情を教えていただければと思い、ご連絡しましたということなんですけども。Okay. Okay, one, says, ワインやビールを飲んでも平気で運転して帰ります。<laughs> <laughs> それはほ普通はしちゃいけないことなんだけどね。<laughs> 飲酒運転はすぐ捕まって警察に入れられます。うん、今はでも 1本ぐらいは大丈夫なの 1> 1本ってど何が1本だから、ね、ビールウイスキーボトル1本飲んだら大丈夫、ね、ビール1本とか、ワイン、あのワイングラスとか、そまあ、そのアルコールのねあの、パーセンテージ、リミットがあるから、大体どのぐらい大体、まあいい、お付き合いで、大体、その送別会、1本だけお付き合いしましたって、毅然と言えれば、あじゃあ、気をつけて帰ってくださいって。 言ってくれる場合もあるし、えー、なんかちょっと答えに、答え方によるんだよね。うん、まあ、その酔っ払ってる雰囲気ね、明らかに酔っ払ってる感じで、匂いもプンプンしたら、ちょっと <laughs>。旦那さん出てる旦那さんにはか顔真っ赤になっちゃって。タ、うん、えー、タさんは十二本飲んだと。うなるん、ですかでどうにもならない場合もあるし、うん、もう十二本ぐらい飲む場合。大体、大体そんな感じだね、<laughs> <と> <laughs> もうじ二十、できれば、もう十二本ぐらいね。なんか十。 無免許で捕まっても、俺が身代わりになるから大丈夫と、平気でキーを貸す、バンクーバーは基本的には事故を起こしたら車の、車を持ってる人の責任、保険の関係があるからね、だから、それはまずないと思うよね、まあ、さっきの運転の飲酒の話になる、まあ、日本でもそうだと思うんだけども、も飲酒の車で。 一緒に同乗してた人も捕まる。あ,あ、そうですね。たっせんじゅうも。今日本は店も捕まりますね。店ももちろん捕まる。店で。<え>店もいや。店、例えば、ドライブしてるって知ってて、飲ましたらば、うんそう。それ知らないで、お客さんが来てさ、飲んでたら、それは全然店の責任じゃないけども。いや、日本、確か。かなり厳しいですよ。今。そうだってそ、その、うん、飲む前に車で来てます。って聞かなきゃいけないじゃん。そうしたら。そうなんですよね。聞くんだ。多分聞くんじゃないかな。 そんな厳しいの日本って、ね、例えば、本パーティーでもそこの、ね、家の人を飲ませて、責任、うん、なる、ねうん、場合があるしね、まあ、必ずしもということではないけども、うん、まあ基本的には、まあ、そういう人たちも、警察の誤役になる可能性は高いということで、うん、男女のルームシェアは普通だよという言葉に尋ねてきた恋人はドキッとする。 ルームシェアは普通だよね、こっち、女でも。とかいいるすね普普通通にににそうう関係じゃななくててシェアしこれは別バンクーバーで豆腐アイスが大ヒットしていますが、本当ですか

いつもオレンジジュースを飲面白いなんかよくオレ,ンいつえいつもオレンジジュースを飲んでるあのトロピカーナが<う>チャイニーズマーケットすごく力入れてるじゃん<ー>だから多分チャイニーズの人の間ではトロピカーナのオレンジジュースがすごく好きだって今キャルカルシウムカルシウムが入ってるオレンジジュースがあって牛乳飲めない人用の

カナダ全体ってことじゃないね、まあ、香港から来てる人がバンクーバー特に多いから、返還の前でわーっと来てで、別に問題なかったからわーっと帰っちゃったし<ー>っていう感じなんだけど、でも、まあ、やっぱり人口的にはね、広東語、うん、中国系の全体で言えば、やっぱり広東語、そういうのが大きいかなチャイニーズの友達とかいる、それか学校で、そういう。何人かいますね。 台湾、台湾に住んでる。台湾に住んでまあ、留学生っ台湾に住んでね。そうそう香港の人ってまあみんな来て、親と一緒に住んで、も、ま、う、あ、親また、香港帰っちゃった。<laughs> <laughs>